こんにちは、速歌塾の久保です今回気になる男123話なんですけどもあの、こんなこと考えたことがないですかこんなことやって意味あんのかなそんなことやって意味あんのかなこれから取り組もうとしていることについて、まあ、疑問を持つことってみんなあると思うんですよ。でそれが例えばね YouTube の動画を作る時にいやこんな動画を作ったって意味あんのかな見る人いんのかななんか価値与えられるのかなこれは分かりませんね。作り手が あらゆる意思を込めて作ったものもそれを見る人が通り過ぎることって結構あるんですよ、ね、映画だってそうですよね空前の大ヒット作っていうのが生まれると思えば当てようと思って作ったのに興行、まあ、収入が全然及ばなかったとかね動員が全然いかなかったみたいなあの要するに大赤字で終わる映画もあるわけですよそこに有名なキャストを放り込んだところで素晴らしい脚本を詰め込んだところで 視聴者さんがそれを求めているかどうか、そして足を運んでまで見ようと思うかどうか、時間を費やしまでそれを必要としてるかどうかっていうのは作り手にはわかんないですよ。ただ作り手に与えられているのは多分こういうことなんじゃないかなと思いながら出してみるってことなんですよね。そして作品をリリースするたびに反応が得れるんで、その中からまた新たな作品の当たる可能性を高めていくってことだけだと思うんですよ。 で、そのすごく小さな規模で、私たち YouTube、もしくはブログなどの情報発信っていうのがあるんですけども、例えばツイッターに何か書きます。反応が全くありませんでした。いいねもつかないし、もちろんリツイートもされない。コメントもつかない。誰も見てないんや。と思うんですかね。わかんないですよ。見てるんだけども、ただいいねを押さない。リツイートしない。コメントしない。だけかもしれないじゃないですか。とりあえず、このインターネットっていう情報空間に、自分の発信が放たれたってことって、 意味がないんですかねどうなんでしょうかねじゃあもうちょっとこの意味がないい問題に切り込んでみようかと思いますそんなことやって意味あるのかなと思った時こうも考えてみてください。やらないことに何かか意味ありますかってことなんですよ、ね。やったことに対して意味がないというふうに不安を思うんだったらじゃあ何もやらないことに対して何か意味が生まれるんですかと。やらないことやることどっちの意味がないを求めていくのかってことなんですよ。 どうせ意味がないんだったらやらない方がまシしと思う気持ちもわかります。だとしたらこれをやることに意味がないだから何もやらないんじゃなくて代わりに何をやるんですかじゃあどんなことだったらあなた意味があると思って今 YouTube のアップロードをやめたんでしょうかとどまったんでしょうかってことを考えてみてほしいんですよ。とりあえずやることがないんだったら、ね、何もやらなくて意味が生まれることありませんからダメ元で打ってみましょうよ。ね で私たちはどっちにしろ百発百中でことを当てることはできません。相当考えて相当慎重に選択した結果でもうまくいかないでしょう。まあ、つまりは相当考えて相当時間を費やして計画しても思いつきであっても最初はそんなに変わらないんですよ。それに対してあんまり意味がないよねっていうのはその通りだと思います。でも最初から意味が出るものではありません。どん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 繰り返していって検証していろんな人の反応を見て もしくは反応を想像して洗練されていくのが一つの発信に結びつくわけなんですよ。映画の例も申し上げましたけども、どんな有名なね、映画を作った人も、最初の作品はダサ作で無名なんですよ。知られてないんですよ。そういうところから、あヒットしなかったねでやめるんじゃなくて、どうやったらいいんだろうか、何が求められているんだろうかというふうに、見識を広めていくから、徐々に徐々に当たりやすくなっていくわけなんですよね。それでも中堅どころ以上の映画監督が 全然名前も知らないうちに消えていくってことは山ほどあるわけですよ。数百万、数千万、時には数億売り上げた映画監督が退場していくわけですよ。私たちはとてもじゃないけどそういうマーケットにいるわけじゃないですからもうちょっと気楽にやればいいんじゃないかなと思います。とりあえず最初の1000円を稼ぎに行くぐらいの気持ちで情報を発信してみてはいかがでしょうか。例えばね、最初の100人のチャンネル登録を見に行くために、最初の30の再生数を取りに行くために、そういう意味で言うと、 今回、タカさんから紹介していただいた10個の動画を上げただけでね、250人近くのチャンネル登録をいただけるっていうのはすごく大きな実績だと思うんですよ。結局、その250人のチャンネル登録者の中に有名人とかインフルエンサーとか影響のある人っていないと思うんですよ。でこれがチャンスなんですよ。どういうことか。普通の人が普通の感覚で普通の自分に興味を持ってくれるっていう世界がそこにあるってことがこれでわかるじゃないですか。ね。そして世の中は 普通の人だらけですよ。じゃあ一番ボリュームのあるマーケットに自分が切り込んでいるっていう考え方はできませんかってことなんですよ。私たちは有名人をキャッチしたりとか、インフルエンサーに引き上げてもらうような発信はできません。でも、普通の人に共感していただけたりとか、普通の人に期待していただけるのは動画は作れるんですよ。チャンスじゃないですか。普通の人だらけのこのマーケットに普通の人が発信することが一番受けるわけですよ。はい。そんなことやって意味あるのかなって今でも思いますかね。 どううでしょうか。思考がちょっと切り替わったならここまでちょっと動画を止めて思ったことを感じたままに動画にしてみてはいかがでしょうかじゃあ次のテーマに行ってみましょう次はね書いてるんですけど、ね、YouTube をやる意味。ね何だと思いますたった一つですよ YouTube をやる意味この動画を見てるってことは YouTube によって稼ぎたいと思ってるでしょいや、そう思わないんだったら別に見なくていいですよ YouTube で稼ぐ方法しか私は話してませんからね、この気になる男シリーズは。だから、YouTube で稼ぐ気がないんだったら、個人的に私のファンならね、見たいと思いますけども、そうじゃないんだったら、別の動画を見た方がいいと思います。うん、この動画を見れば見るほど、YouTube で稼げるようになっていく。ただ、それだけなんですよ。ね。だから、YouTube をやる意味に迷ったらいつも思ってください。売り上げを上げるためじゃないかってことなんですよ。ってことは、YouTube が上がらなければ、売り上げは上がらないんですよ。 どんなでもやれば売上に近づきます。売上そのものが取れるかもしれませんで売上にどのぐらい近づいたのかっていうふうなことを知るバロメーターとしてアクセスっていうのがあるでしょじゃあ動画を上げて1再生でした10本上げたら10再生取れるじゃないですか売上に近づくわけですよ、ね、1の更新でもいいんですよゼロだとさすがにそこから売上は生まれませんけども1のアクセスがあれば売上が上がる可能性はもう高まるんですよ 何度も言いましたけども、私がパンを食べてる動画に対しても、ちゃんと30万の売り上げ、即価塾は売れるわけなんですよ。パンを食べてるところですよ。じゃあ、パンを食べてるところで即価塾は売れたのかそうじゃないです。パンを食べてるところを見て、食べ終わりました。その動画は終わり。一体この人は何を考えてるんだろう。他の動画は何かなと思ったら、え、ビジネスなんだ。結構真面目なこと言ってるな。なんでパンを食べたんだろう。これは不思議だな。なるほど、他の動画ではこんなこと言ってるぞ。確かにな。よし、即価塾問い合わせてみよう。 そうすると個別動画が来る。うわ、この速さで、このぐらいの密度で返信くれるんだったら、そっか塾に入ったら本当に自分を引き上げてくれるかもしれない。じゃあ、その中であのパンを食べた動画のシーンを聞いてみよう。入塾。入塾した後に、久保さん、なんでパンを食べる動画を撮ったんですか私答えます。うん。あなたと会うためですよ。実際あなたはあのパンを食べる動画を見て、私のところに申し込んできたでしょ。そして今、熟成じゃないですか。つまり、 何に対して誰がきっかけを感じるかっていうのは本当に千差万別なんですよだからこれは意味ねえだろうみたいな動画を上げることによってそこにどんな意味があるのかなっていう風な興味付けができるんですよっていう風に回答しましたね <laughs> しまったその方はね笑顔で言われてました本当だみたいなだからどんなつまらないと思った動画でもそれに対してこれはなんだろうどんな意味があるのかなこれは面白いかもしれないなという風に興味を持ってくださる方がいる可能性は開かれる それが再生数1だっていうことをね、お話したんですよ。はい、っていうことですよね。だからね、YouTube をやる意味って、売り上げのためでもあるんですけども、その前の段階として、アクセスを取るって意味、興味を持ってもらうってことなんですよ。じゃあ動画の上がってないアカウントに興味持ちますか通り過ぎるだけですよね。私の動画にもいろんなコメントを書く人がいます。そのコメントを書いてくださった方のチャンネルを見に行くんですけども、動画が一本も上がってなければ何もできないんですよ。ただ動画が上がっていてね、 頑張ってるなと思ったら頼まれもしないのに勝手にその人のチャンネルを私は紹介しますよ、ね、そして紹介した結果どうなるかっていうとその人が「ありがとうございます」「紹介していただきました」「って感激です」みたいな感じで速っ軸塾に入ることを決めるという例も多いんですよだからまずは自分にしてほしいことを相手にしてあげる相手を応援することによって応援返しが来る、まあ、こんな循環になるんじゃないかなと思いますでもまあ私の場合は100人応援して1人反応があるかどうかなんですよ だからこそたくさん動画を撮ってるんですよね。そうすると100人中1人でも1万人動画を撮れば100人がバックしてくれるってことになるじゃないですか。簡単な計算式ですよね。だから数が多くなるんですよ。さあそしてですね、アクセスを取るためにはどんなことができるか。それは小さな企画をたくさん立ち上げることなんですよね。例えば Q&A シリーズ、宇宙人シリーズ、アイドルシリーズ、買ってみたシリーズ、やってみたシリーズ、やめてみたシリーズ、事故ったシリーズ。 食べてみたシリーズ、買ってみたあ、売ってみたシリーズね。様々ありますよね。その全てが企画になるんですよ。で、当たりそうだなぁと思ったら、その再生数とか反応、アップロードした直後に再生されるとしたら、それはですね、サムネイルが良かったっていう判断になるじゃないですか。アップロードして、1時間ぐらい経った、2時間経ったんだけど再生されないってことは、サムネイル入れ替えた方がいいなっていう風な判断にもなるんですよ。でそういったことも、いろいろ考えられるでしょ、アップロードしたら。はいろいろ気づきがあるんですよ。で 小さな企画を立ち上げてその中で例えば10個の企画を同時にリリースしましたその中で一番当たったやつを次の日にパート2行くんですよ残りの9個はもうそこで捨てるんですよねもしくはまた別の機会にやればいいじゃないですかそういった形で YouTube で何かの企画を立ち上げる動画シリーズをやるってことは一つお店を出すようなもんなんですよしかもノーリスクでそのお店が集客力がなければつあの流行らなければ潰せばいいわけなんですよコストはかかりません立ち上げるときも潰すときもコストがかかりません 実際の店舗をやると立ち上げるときに2000万辞めるときに800万このぐらいかかるんですよ恐ろしいでしょ <laughs> でも YouTube に関しましては集客するべきものを売るべき YouTube 企画っていうものつまり店を立ち上げるときに何のお金もかかりませんただそこで自分が情報を発信するだけなんですよいやこんなねあのー、何回でもトライできる商売ってのはなかなかないですよだからたくさんのプロジェクトを立ち上げればいいと思いますその中で一つ病気や怪我でできませんでしたって人がいます でも YouTube を見てみると、例えば最近入りの感染症で熱が40度を超えました。入院しました。もしくは大怪我をしました。片腕を骨折しました。ね。意識不明から立ち直りました。でも、その瞬間を動画で切り取ってくれる人もいるんですよ。さあどうでしょうか本当に風邪とか熱とか入院とか怪我で放送できないもんなんでしょうか多分放送するってことを前提に生きていれば、 まさにユーーーチュバととしての意識があったららそそんんんななな時だかかこそやるんじゃないかなと思うんですよ私自身ね実は2年ほど前に名古屋で脱臼したんですよそれはね道を歩いていていきなり歩き慣れてない道だったんで転倒してですねモンドリューって倒れて肩から骨が飛び出したんですよね激痛でしたうわ痛いと思ってねそのまんまホテルから出た直後だったんでホテルに帰って自分の肩を鏡で確かめたら恐ろしい姿になってたんですよ なんだこれやと血の気が引いてねクラクラクラッとその場で倒れ込んでしまいましたその時思ったんですよチャンスだめったにないぞこれを撮ろうと思ったんですよライブ放送すぐ始めました普通にゆがんだ側で放送してですねそのまんま電話をかけて救急車を呼びました救急車が来るまでずっと放送していました美味しいですよねその後こっそりとスマホを忍ばせて名古屋救急センターの緊急搬送室の中で私はね、あのー さ、ね、された放置されたたまんですよその時にそっからも放送しましたね。美味しいでしょでそれを億万長者合宿っていうね吉谷さんとやってるシリーズの中に埋め込んでるんですよ。うん、だからそうするとね、やっぱりこう、あこういう状況でもできるんだな、もしくはこういう状況だからこそするんだなっていうふうな発信ができるわけですよ。で私の例じゃなくても、世相のうっぷん晴らしっていうね、私の好きなチャンネルがあるんですけども、ここの、 情報発信されてる方が、まあ、顔は全然出されてないんですけども本当に顔出さず YouTuber なんですけどもこの人はですね自分が例の感染症にかかった時にどんな状態になったのかを放送してそしてその声の状態とかも手に取るように分かるわけなんですよそして実際に症状がどんなものなのか味覚とか体験っていうのが他の人が言ってるようにそうなのかとかね報道されてるものとどう違うのかとかあとはあその感染症が収まって落ち着いた時にはどんなものが あの身の回りにあったら一人でも切り抜けていけるのかその人は一、ね、人暮らしですからですで基本的に人と関わらない人なんですよ本当にポツンと一人で暮らすのが好きな人らしいんですよねですんでその方が言われるにはたった一人でこの感染症になった時は結構きついよとだから必ず自分のことをね気にかけてくれる方を見つけておいた方がいいし そういう方にいつでも連絡が取れるようなねそんな環境を整えた方がいいよと家族が近くにいない場合は仲良しを作った方がいいよみたいなことも言われてたんですよだからやっぱ病気に対する、ね、リスクヘッジもその時に深く思い知ったらしいんですよね処置が遅れればとんでもないことになったりとかたらい回しになったりとかすごく寂しい思いをしたりとか食品が届かなかったりとかさまざまあるそうなんですよもしくは今回の感染症っていうのは直接接触っていうのがなかなかね難しいとされていた濃厚接触者って最近では言われないね言葉がありましたけども だから食事を差し入れるのも結構ね、センシティブになる方が多いから、だからどんな宅配サービスを頼めばいいのかとか、宅配サービスにしても、玄関の前に置いて帰ってくれるようなね、ピザみたいなサービスがあるよみたいなことも教えてくれたりするわけなんですよ。ですので、病気や怪我だといっても、YouTube の活動ができなくなるわけではありません。特に顔を出されてない方ってのは、音声だけでも配信ができると思いますんでね。で、カメラは全然別の壁とかを映しといて、声だけをずっと含みながらやるとかね。 で声でも立派なこと喋んなくてもいいわけですよ。咳き込んだところとか、体調が悪いですとかね、無言になってあ、ちょっとしばらく寝ますみたいなね、そういうふうな生々しいところっていうのはめったにないわけですから、そういったところを放送することによっても、あなるほど、39度、40度の熱っていうのはこういう状態になるんだっていうふうな情報や発見や気づきを提供できることになるんじゃないかなと思います。そして、さすがに40度超えると、声も出ないんだなってことがありありとわかる。 そんなね、貴重な YouTube 動画っていうのは世の中にあんまりありませんから、そういうのはね、これ幸いとばかりに、お40度の熱が出た、こういう放送はなかなかないだろうっていう形で、気象価値を高めた、もしくは高まっちゃった状態ですね。それをやっぱりこう、財宝にする、宝にするってことはできるんじゃないかなと思うんですよ。もうやっぱりね、せっかく病気になったんだったら、最大限活用せよってことですよね。はい。そしてね、えー、人間ってのは、昔はダメだったけど、今ならやれるかもしれないって思うことがあるんですよ。それはですね、 挫折とといいうう経験ががリベンジという欲求を借り立てるるものがあるんですよね昔うまくいかなかったけど今だったらできるかもしれないなみたいに思えることって結構あると思うんですよ。ですんで若い頃にできなかったことは悔やむだけではなくて若い頃にできなかったけども熟練になった今だったらできるかもしれないって思えればどうですかね。例えば中学の頃あれほど自分を悩ました数学の公式今だったらどうですか簡単にできるんじゃないですかだって中学生レベルのことですよ。 さまますがにね。多ん簡単できると思いますよ。うん、で実際にこれをやる人ってほとんどいないんですよ。私の場合ではメルカリで高校や中学の教科書をガサッとね3,000円で一式買うわけですよ3,000円ぐらいで売ってるんでね卒業生さんが投げるしてますからそれをやっぱりね見ていくんですよ。今だと頭に入りやすいです特に歴史。歴史の時系列って昔はね年表を覚えるのが苦痛だったんですけどもでも全体の流れがなんとなく今までの人生で頭に入ってるんで興味を持って見ていけるんですよ。 そして年号を見て例えばねなんかこう満州鉄道とかいうのがあったらね満州鉄道はいろんな陰謀が絡み合ってそれが太平洋戦争のきっかけになった中日中戦争のきっかけになったみたいなことを裏付けて見ているとすごく面白かったりするしかもそれを読んだ後に自分で解説で YouTube で喋るみたいなねそんなこともできるわけなんで二重三重においしいわけですよねだから中学の頃にはテクノロジーもなかったし自分の勉強に対する意欲っていうのもちょっとなかったかもしれないけども今だったらあの時の貴重な 学びってのを今の感覚で受け取ることができるかもしれないなとかね世の中学生高校生はどんな問題に頭を悩ましているのかなっていうふうな俯瞰した意味で教科書を見てみるとなるほどこのぐらいのことで悩んでいたのかもしくはこれは今でも難しいよねっていうふうなことがね あの中学生高校生の立場として今40代50代の自分たちが受け止めることができるのも新しい自分への価値の発見ではないかなと思いますねはいじゃあさまざま申し上げましたけども今回は以上のような形で気になる男をしうれをしたいと思いますどうですかいろんなこと気になってきたでしょうねそっか塾ではまだまだねこういうことをねやっていきますんで自分の使ってない脳みそのスイッチを入れるそんな毎日になると思います、うん、つまりは儲かるスイッチが入るってことなんですよじゃあいってらっしゃい